現代のホロコーストかウイグル人弾圧本当の話という非常にショッキングなタイトルなんですけれどもね、虎ノ門ニュース当番組ではたびたび中国によるウイグル人弾圧問題に関する話題を取り上げてまいりました。100万人ともあるいは多く見積もっては300万人とも言われるウイグル人が新疆ウイグル自治区の再教育施設に収容されていると報道されています。中国の西端西の端に位置するこの地で今何が起きているのか、本日は藤井元気さんにご紹介いただきました貴重なゲストの方、スタジオにお招きしてお呼び込み申し上げたいと思います。日本ウイグル連盟会長のトゥール・ムハメットさんです。どうぞようこそおいでいただきました。おはようございます。どうもおはようございます。どうもおはようございます。どうぞすいません、暇苦しいスタジオで恐れ入ります。ようこそおいでいただきました。ありがとうございます。ここでですね、はい、大丈夫ですか。どうも初めまして、改めて本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここで視聴者の皆様に改めてトゥール・ムハメットさんの簡単なプロフィールをご紹介させていただきます。トゥール・ムハメットさんは1963年東トルキスタン新疆ウイグル自治区ボルタラ市のお生まれです。1981年に北京農業大学に入学、1985年東トルキスタン新疆農業大学で講師を務められました。1994年に訪日され九州大学に留学、1997年グルジア事件発生、中国当局によるウイグル人弾圧を日本で訴えられました。その後一度もウイグルにはお帰りになられず、ご家族やご友人ともほとんどというか一切ご連絡が、そうですね、97年グルジア事件が、グルジア虐殺ですね、それが起きて、それ以来私一切ウイグルに残っている親戚とか、電話してないです。なぜなら私から電話行くと向こうはもう警察のお世話になるんで、だからもう21年ですね、全く向こうとは連絡しないし、はい、帰ったことないです。ずっと日本におります。そうですか。はい、そんなトゥールさんをお迎えしての新疆ウイグル自治区の本当の話、本日はトゥール・ムハメットさんが用意してくださいました、写真を拝見しながらより詳しく、解説していただこうと思います。まずはこちらのお写真からなんですが、モニター出ますか。どうぞ。はい、このね衛星写真ショッキングなこちらなんですけども、トゥールさんこの写真は、そうですね、画像を見たら、こう右左側が2017年2月の16日と書いていて、畑になってるんですね。何にもないですよね。何もないところ、で今度1年後の2018年の3月16日はもうああいうふうに建物建てられているということです。これはですね、カナダ の中国系研究者が、このウイグル起きているこの大規模な、この収容施設問題を取り上げて、そこで衛星写真をいろいろ利用してですね、彼が収集したその分かっている26箇所のその強制収容所の、住所を元に、衛星写真を調べたら、その26箇所の、強制収容所の元のところと今現在のところが全部分かったということで、それが大々的にカナダとかアメリカで取り上げられている、有名になってるんですね。つまりこの、ウイグル人に対する今我々300万かそれ以上ということを主張してますけれども、実在すると、いうことがこの中国系の研究者の、研究でも証明されているわけなんですね。今年の、8月10日、ご存じのように国連でこう人種差別委員会の、会議で、当然、ウイグル人側、NGO、いろいろこの収容キャンプのことを訴えたんですね。そうすると中国当局はこの会議に50人の代表団を出して、
その中にまだウイグル人の一人を入れてるんですね。で彼らがもう完璧にそれを否定してるんです。こんなものは宗教自体が存在しない、存在しないと。これ今写真は、この写真は今の収容所の収容所の収容されているウイグル人です。ご覧のように、あの全部人民解放軍がこの監視してるんですね。周りがこう柵でこう囲まれてるけど、立ってるはもう人民解放軍の特殊部隊なんですよ。特殊部隊ね。でこう座ってるみんな、その多分これはカシカルの郊外だと思うんだけど、ウイグル人ですね。こういう施設が今東から、東から西、北から南、もう東トルコスタン全土 に設けられているんです。この問題が今アメリカにも、多分藤井先生が紹介されると思いますけど、もうアメリカの一つの国策みたいなものになっていって、世界にアメリカから訴えてます。当然私たちウイグル人被害者として、世界ウイグル会議、そして私たちの各国の代表機関、日本では日本ウイグル連盟なんですけど、私たちが一貫してこの問題を日本社会に訴えてます。今日は藤井先生のご講演によって、私がこの虎ノ門ニュースに出る運びになりましたので、本当に皆様に感謝いたします。トゥルさんたちの推計では、大体、正しい人口統計とかね、中国共産党発表しないけども、ウイグル人の人たちが、新疆ウイグル自治区と呼ばれているところに、3000万人ぐらいはいるという、私たちの、中国の、人口の、出生率に基づいて、ウイグルのもともと人口にも、基づいて、計算したデータがあるんですね。そのデータによると、今のウイグルの人口が、中国が発表している1100万弱じゃなくて、実は3000万超えてるということなんです。で、そのうちなんと、300万人ぐらいが、この強制収容所に入れられてるんじゃないかということですよね。それ以上だと思います。それ以上ですか。つまりもう、ウイグル人の人口の半分が多分、こういうふうに収容されている。半分ですか？思います。3000万の半分、もっと多い、じゃあ1000万超える可能性があるんですか？1000万超えるかもしれないし、もう実態分からない、実態が分からない。なぜなら例えばカシカルとかホータンの町にロシアのカメラが入ったんですね。もともとこのカシカルという町は非常に賑やかな町なんで、今度 の, そのロシア人の映像を見ると街がもうガラガラなんですよ。あんなに賑やか、賑やか街がガラガラなんで、カシカルの人口が200万超えるんで、街の様子を見ると大体1割か2割ぐらいの人が残っていって、8割7割はもういないということなんで、だから中国全土で今ウイグル全土でウイグル人がいなくなっているという、こと、グルジャとかアクスとかカシカとかこのトルファン、ウルムチはまだ結構残っているようなんですけど、北のアルタイとかハミとか、もう全土ですね、ウイグル人がいなくなっているんです、町で。村に行くと男性は基本的にもう残っていない。女性とか老人とか子供たち残っていると言われているけど、もうさまざまな社会問題が今起きているんです。例えば女性たちの家に中国人の幹部を派遣して、わざとその女性たち残っている家に幹部を派遣して強姦を行っているという話もありますし、それからそのに赤ちゃんを産んだばっかりの親2つを連行されているから、その赤ちゃんが他の小さい子供と家に残っていって、もうやけどをしたりとか、井戸の落ちたりとか、川流されたりとか、もういろんなこういう我々が想像もできない悲劇が今ウイグル全土で起きています。それからこの中国は何をしているかと言いますと、この残っている子供たちを今度、全部集めて、で中国には中国の本土に広告出してですね、
いわゆる信教では今孤児がたくさんいるので、あの収容してくださいと。ちょっとウイグル人の子供を中国の本土の、中国本土の人たちにもあげているわけです、そうするとこの収容されている人たちが今度出てきた場合には、あの自分たちの子供がどこに連れ去られているか分からなくなることになりますね。この間私トルコに行ってきたんですけども、トルコでその留学に来た人たちがいるんですね。子供を、自分の子供を、まあ、3、4人自分の親たちに預けといて、トルコで留学してるわけですね。じゃあ今度その親たちの子供が、あのおじいちゃんおばちゃんの家から連れ去られて、どこに連れて行ったのかわからない。私があの精神病になった、奥さんが精神病になったあの男性と話してきたんですけれども、奥さんがその3人の子供を、あの男性の側の旦那さん側の、お父さんの家に残したんです。その3人が今どこに接されているか分からなくて、あの去年のね、今年の3月頃、今もう完全な精神病状態なんです。もう毎日泣き崩れて、まあ、旦那さんも、あの話がうやふやになってるんですね。まあ、私会った時薬飲んで多分安定する状態だったんですけど、今トルコにそういう人たちたくさんいるんです。今写真がちょっと映ってる。この写真は どういう？あのこれはあの習近平氏の映像、今収容された子供たちに習近平の話を聞かせている状況ですね。これはあの収容されたら子供たちです。はあ。みんなウイグルの子供たち、こう中国語を教えて、この教室か幼稚園かわからないけれども、壁には全部中国語書かれているし、見えますね。まあ、多分あの中国語教育を受けた子供たちだと思うんですね。だからもう個人です、ね、ウイグルの言葉が喋れなくしてしまうね。文化も奪う、ね、ウイグルの言葉を2016年の9月ですね、もう禁止してます。あの中国の教育省がですね、通達を出して、この人口3000万超えるウイグル人の言葉は、いわゆるウイグル自治区ではもう使用禁止になったんです。もう今あのウイグル語を喋ったらもう犯罪者になります。あの自分の家だけじゃなくて、あのどこでもね、街中でウイグル語喋ったらもうそれだけで職場でももうウイグル語喋ったらもう犯罪者になって逮捕されます。これはそのなんていうかな、あのイスラム教とか宗教否定の今教科書みたいなのが出てきますね。これは反邪教知識というんだけど、あの中国はこの法輪功とか、あのキリスト教系の 全能神という宗教団体があるんだけど、それは邪教としてるんですね。今あのウイグル人のこのイスラム教もイスラム信仰も邪教の中に入れられて、あのこの教科書はその何が邪教かと宣伝してるわけだけれども、中国が言ってる邪教というのは共産党に反対する宗教全部邪教なんです、だからあの彼らがそういうものを子どもたちに教えてるわけです。しかしウイグルではウイグル人が信仰しているイスラム教自体が邪教なんで、だからウイグル人全員が犯罪者なんです。なんだ、すごいな。収容所の中の写真っていうのがありましたよね。中っていうか世界的独流って書いてありますよ。収容所の内部、はい、じゃあその収容所の内部のですね、建築途中の、ね、今建築中のね、はい、動画がちょっと見られるということなんで、モニター出ますか、どうぞ。これがその収容所、これがですね、あのカシカールの郊外に、あのイエギシャハールという町があるけど、まあ、そこに作られているあの新しい強制収容所です。なぜならまだウイグル人が残っているから、彼らがもうできればウイグル人全部強制収容所に入れたいわけですよ。だから施設が足りないから、今学校とか、まあ、様々なあの公営施設、もう全部収容所に変更されているんですよ。だからこれはもう新築なんで、だいたい20平米もないでしょ。でその中にトイレも設けられていて、狭いしね、この中にね、だいたい20人か30人ぐらい入れられる。この空間にですか。で夜はどういう状況かと言いますと、交代で寝るらしいんです。
あのすすしすし詰め状態で、あの横になれないから全員がね、あのそれから横なるのは禁止、横なるのは禁止、横にもなっちゃダメ、あ動いちゃったらもう拷問をかけるんです。だからもう横になってこうずっと一晩中横になって寝ると。このことはね、あの今トルコに亡命してるけど、あのウメルベクさんというカザフ人の方がね、今年の7月ぐらいかな、あの、今年の6月ぐらい、あの国際メディアに彼が出てきて告白したんです。自分がうん、カルマイというところで、はい、その強制収容所に入れられて、その自分が入ったところはそういうすし詰め状態で寝ていたんだと。もうこれはもう自分が入っていた収容所だけじゃなくて全ての収容所に通用するんだと。あと、私たちがのラジオフレイジャーというアメリカに本部を持っているラジオ局があるんだけれども、まあ、そこの取材にで、あの現地の人たちの証言とか、外国に逃げたウイグル人の証言から、あの収容所の中がもう人間がいるところではないと、あのウイグル人、収容所にいるウイグル人はもう犯罪者以下の待遇なんだと、それからその、1日の3食はもう非常に悪い、あの栄養価値のないものを食わされているんだと。それから汚い、悪臭が漂ってるし、あとこういう部屋だから、しょんべんも、あれもトイレも全部部屋の中にあるわけだから、まあそういう状況なんで、これと全く同じなんで、だからもうその中にいると、多分もうその長くない間でもう精神がおかしくなると言われてますね。うん、ウメルベキさんが見たその刑務所の中が、そういう状況なんで、ウメルベキさんも、もう散々拷問を受けて、例えばこう親指からこう吊るし上げられて、24時間ですね、足が地につかない状況だったんですね。あとこれだけじゃなくて、あとイスラム教のそういう指導者のような先生たちはもう拷問かけられて、何人も死んでるんです。外に死体が出てるんですね。まあ私たちがから見ると、私はこれはチャイナファシストの、ナチス型の強制収容所とずっとツイッターでもフェイスブックでも訴えてますけれども、全くその通りなんです。日本人が多分想像できないと思います。21世紀でですね、中国のような国家がもう人口3000万以上のこの民族に対して民族浄化を行っているということは、これは事実なんです。だから私は今日この虎ノ門のニュースを通して日本の皆さんの訴えたいのは、もう中国がもう完璧なファシスト国家なので、もうウイグル人のこの状況はもう看過できないです。例えば街で誰かがいじめられたら、当然私たちはそのいじめられている人をなんとか助け出すじゃないですか。今一人じゃなくて何百万のウイグル人がもう第二次世界大戦の時にナチスドイツがですね、ユダヤ人に行ったようなそれ以上のこの虐殺が、民族浄化が今中国で行われているから、これは本当に日本は看過できない問題だと思います。だからね、日中友好40周年とかね、行ってる場合じゃないと僕は思うんですよね。まあ安倍さんが向こうに行くのもいいけど、そしたらその時にやっぱこういうことをねきっちりと抗議していただきたい。日本人は知ってんだぞと、こういうことは許さないんだぞということ、で、まあ、安倍さんもね在外に押されてるのも分かるんだけど、日本の代表的な自動車メーカーはね、トヨタとか日産がね、チャイナに1000億円ずつ投資してね、それでもって現地の製造自動車製造能力を 20%、30% 増強するなんて言ってるのはね、これはね違うんじゃないのかなと今ね、これは要するにそういったこういうひどいね、非人道的なことをやってる国家に結局協力することになってしまいますよ。
ですからこれは日本財界としても、ね、ぜひ、ね、考え直していただきたいことですよね、はい、うん、からアメリカもすごい制裁をやってアメリカのメディアがねニューヨークタイムズワシントンポストみたいなリベラルからウォールストリートジャーナルみたいな保守まで、はい、みんなこの問題を一斉に取り上げ始めた、そしてもって彼らはもちろんウイグルの人たちも同情してるけどキリスト教会に対する弾圧ね、要するにもう、はい、コミュニズム共産主義っていうのは神を否定している思想ですから、だから宗教全部がもう そもそも否定の代表なんですよ、チベット仏教も含めてね。でもうあの聖書の焚書工事までやり教会を壊したりとかね、まああの国にも一説によると1億人近いとか8000万人ぐらいで、まあ隠れキリシタンですね、隠れクリスチャンがいいんじゃないかと言われておりますけれどもね、もうそれだけど一番ひどい目にやってるのがウイグルの人たちというね、そういう状況で、これはだから虐殺がまあ行われている現場だと思います、ああいうところは。あの部屋だけ見てると分かんないけど、それでね、あのなんだ、火葬場のね、あれもありましたね、すぐそばに、収容所のそばに、はい、いろいろあると思うんで、解説してください。出ますか。まあ、これは何なのかと言いますと、今、火葬場がたくさんウイグルで作られているんですね。うん、あの皆さんご存じのようにこうイスラム教というのは火葬はしないです、うん、土葬ですね、じゃあなんでこの火葬場をウイグル全土にたくさん作られるかというとこの今ウイグル人を何百万強制収容所に入れてるじゃないですか、うん、あのナチスドイツはあのユダヤ人を画室に入れて殺していたわけなんですけども、この中国はですね電気炉でウイグル人を今度殺していくじゃないかというふうに我々は推測しているんです。あのちょうどこう写真こっち側に載せればあのそこにこう中国であのこの葬式サービスセンターと書いてるんですね。ウイグル語であのこの葬式をするサービスセンターと書いてるんですね。これはあのアリクゴアワプ村というのこの村に建設してるんです。この焼却場がウイグル人の村の中に1個焼却場があるということは、つまりこの村にある強制収容所のウイグル人が多分だん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 あの衰弱化して死んでいくじゃないですか。で死んでいってる間にこういうふうに火葬で焼いちゃうんですね。これはもう全てのこの今あの強制収容所がある置いてるところに全部こういうふうに火葬場が作られているんです。だから私たちは今危惧しているのは中国は多分このウイグル人を人口を減らすために強制的にウイグル人を大量に虐殺していくという計画にこれから、あの出ると思います、だからあの今度ナチスドイツと違ってウイグル人がこういう電気炉で焼かれて灰になってその灰を多分砂漠に、こう混ぜちゃうのか、ウイグルの土地に混ぜちゃうのか、じゃあ将来あの共産党政権が崩壊したとしても多分、遺体で出てくるウイグル人が多分ないと思うんです。そう、虐殺、殺害、大量にした、まあ、ある意味で証拠隠滅でもあるわけだよね。証拠隠滅の、この目的でこれが作られていると思います。なぜウイグル人をこういうふうに焼却するかと言いますと、あの、やっぱり、例えば、あの、残って、遺骨が残っていれば DNA でなんかいろいろ調べられるじゃないですか。もう灰にしてしまったら多分もう全部、なくなっちゃうんで、じゃあ誰をどこで 何したのかも全部きれいさっぱりなくなるわけですね。だから共産党があの96年あの3月18日19日に北京で機密会議を開いて、このソ連独立した後あのソ連が崩壊した後に、中アジアみたいにああいうふうに独立国家たくさんできたじゃないですか、共産党もまあ自分たちがある日中国では崩壊すると考えているわけですね。一旦中国を崩壊したときにこの東トキスタンが中国から独立できないようにするためには一番手っ取り早い措置というのはウイグル人を殺していくと、あの、まあ、同化するということですね。同化できなければあの肉体的に消滅すると、まあ、彼らが当時ですね20年かけてあのウイグル人を同化していくという政策を出したんですけど、96年からね2016年からこの20年計算するとウイグル人は同化されるどころか、もうもっともっと中国に対するそういう抵抗を強めてきた20年ですね。だから中国のこの今の習近平政権が、もう今のままウイグル人を放棄しておくと
まあ、必ずウイグルは独立できるんだと。だから今回はもうナチスドイツの手法でもうウイグル人を肉体的にも大量に殺していくということに打って出たと私は考えています。だからもう中国はこのウイグル自治区当局やってることじゃなくて中央の指示でこの虐殺が行われている、習近平の直接の指揮の下でこの虐殺が行われていると私は考えて、私たちは考えています。ウイグル人は考えています。だから私はもう強くここで日本の皆さんにもう絶対この虐殺を進行させてはいけないんです。絶対阻止しなければいけないなんです。続いての、ね、お写真ちょっと、またちょっと衝撃的な、ね、はい、お写真があるということで、はい、これですか。そうです。これはカシュガル空港。カシュガル空港ですね。臓器の運送、左側が特にね、左側ちょっとこうグリーンのこう通路があるんですね。人体臓器運搬通路と書いてるんです、うんうんうん、人体臓器運搬通路。あのね、うん、このウイグル人をこの何百万も収容施設に入れて管理するというのは当然その管理する警察、軍隊、それからさまざまな出費出るじゃないですか。中国当局が考えているのはこのウイグル人のこの臓器を売るということですね。まあ、当然、この臓器を売るということは法輪功と、まあ、ウイグル人は対象になって、非常に問題になって、これはもう国際的にも大問題になっているんですね、中国の臓器売買というのは、だからアメリカとかイスラエルとかもう台湾でも、そう中国に行って臓器を移植するということは禁止されているんですね。まあ、日本でも私たちは訴えているんだけど、日本でもこの中国に行って臓器移植を禁止するということを国会にも訴えているんだけど、日本には動きないですね。で、今回このカシュガルの空港でこういう通路があるということを発見されたということは、中国当局はもう計画的にもう国家ぐるみでこのウイグル人の臓器をああいうふうに運んで、中国各地で行われている臓器売買の方にウイグル人の臓器を運んでいるということです。これカシュガル空港だけじゃなくて、ここから運び出してるわけですね、ウイグル各地のところにこの臓器を取り出す病院があって、その臓器を一番早いスピードで送っていかないといけないから、こういう専用通路を設けられているわけです。大体私たちの今の相場ではですね、腎臓ですね、腎臓1個35万元、中国円、腎臓2個だったら70万元でしょう、で、1人を殺したら、心臓から肺から肝臓から腎臓2つこう合わせるとですね、ウイグル人1人殺したら300万元ぐらいになるんですよ、1人殺したらね。それ以上になるかもしれないし、だから中国はこのウイグル人を片っ端からこう、腎臓売買のために多分強制収容所のウイグル人を殺して いってると思います。そういう市場も成立しちゃってるんですね。その売買システムができてるんですね。これはカナダ の人権弁護士のマタスさんとか、アメリカのガットマンさんとか、こういう人たちが屠殺という本を出してるんですね、まあ、それは法輪功の証拠をもとに中国 その軍、検察官一体になってこの法輪功の臓器を売買するというシステムができたと。まあ、結局習近平が出た時、これは今逮捕されている朱英子とかああいう人たちのせいにしたけど、実はこれは中国国家ぐるみの犯罪なんです。じゃあ今度法輪功もやってると思うんだけれども、その臓器の今提供先はもう今ウイグルに集中していると思います。話聞くとですね、大連か、大連ですね、大連のそういう有名な臓器移植の病院があって、まあ、その病院はですね、500ベッドがあるんですね。その500ベッド全部こう中東の金持ちから香港の金持ちから様々な世界の金持ちにいっぱいだと。まだそこに入れない臓器移植を待っている人たちもいると。しかしそんなたくさんの人たちのどこから臓器を持ってくるかと言いますと、ウイグル人から持ってくるんですね。じゃあ今マタスさんたち研究したこの中国の臓器提供 の, その程度というのは年間、数千件に満たないらしいですね。しかし中国は彼らの、
2005、2006年、2008年の研究では年間10万件と言ってるけど、じゃあその数百件しか提供者がないのに10万件もね、臓器移植できるということはどこからその臓器が来るかという、はい、となると当然その中国当局の敵対勢力から来るわけですよ、うんうん、もうこれはもう昔からそういうふうに中国共産党は自分の階級の敵と思われた人たちを容赦がないからね、だからそのシステムが今も生きてるわけだから、今そのシステムを共産主義からファシスト主義に変更してるわけで、あの中華ナショナリズムがもうすでに中華ファシズムに入ってるわけです、うんうん、その中華ファシズムの一番のターゲットはウイグル人なんで、うん、だから今ウイグル人が中華ファシズムの犠牲になっていると私はもう、2009年のこのウルムチ虐殺が起きた以来日本で訴えてるんです、でアメリカもついにねこのウイグル人弾圧を理由にして、対チャイナの、あの制裁をやろうじゃないかということが今ホワイトハウスも国務省もですねそういうことを話し合ってると、まあ財務省なんかも含めてですね、ですから今まで人権問題というのは微妙な問題なんでトランプ政権手をつけなかったんですよ、宗教の問題ね、だけどいよいよこれが本格的に動き始めたと、議会ではあのマルコ・ルビオというね大統領候補にもなった共和党のなかなか元気のいい上院議員がこれなんかが中心になってね、この宗教弾圧、ウイグル民族弾圧断固止めさせなきゃいけないと言って一生懸命政権に働きかけているということですね。だから日本企業として例えばね僕は気をつけなきゃいけないと思うんだけど、ああいう強制収容所は全部監視カメラついてます。例えばその監視カメラなんかを日本が輸出してあそこで使われていたということになったら、日本のその企業はアメリカの、あの対チャイナ経済制裁に引っかかってきますよ、そこも制裁を受けますよ、そういうことは気をつけなきゃいけないですよね、だから儲かりゃね何でもやってもいいのかみたいなね、日本の企業のあり方っていうのはねこれ根本的に反省しなきゃいけませんね。金儲けしちゃいかんとは言わんけど、こういう不正なね政権に協力するということはねこれは日本人としてというか人間としてやっちゃいけないこと、宗教とかそれ以前のもう人道の問題でね、宗教はいろいろ違ってもさ、ね、そして人間が守んなきゃいけない道というものはあるんだからね、と先生のあの話に付け加えたいんですけれども、中国共産党政権というものは中国人を代表しないですよ、あの必ずこの中国共産党政権を崩壊しますので、あと今彼らがこのウイグル人に対して行っているこの虐殺政策も当然中国人がそれを歓迎しているわけじゃないです、全部隠蔽されているから当然この生産が来るわけなんで、今のうちでこの中国に習近平政権あるいは共産党政権に協力することを日本がアメリカと一緒に協力してやめるべきなんです、協力するべきではないです、一帯一路というものも、あの日本は協力するべきものじゃないですよ、この一帯一路の実現にウイグル人が大きな邪魔になってるから今習近平がウイグル人を虐殺してるんです、なぜなら彼はもうずっとあのアフリカまでこのいわゆる陸上のこの一帯をつなげていきたいわけだし、それから海のシルクロードといって一路というものを海からその太平洋からインド洋からずっとアラビア海までね持ってきたわけだから、これは中国の覇権主義の大プロジェクトなんですよ。じゃあそこから日本が利益が得られるかと言いますと全く逆なんで、あの日本に何の利益もないわけなんで、まあそういう中国の一帯一路に日本から支援するというと日本国民がこれに対しても大規模なそういう反対運動をやらないといけないと私は思います。だから一帯の方のね地上のねあの新しいシルクロードと言われているの起点がこれあれウイグル人がいる地域なんですよ、ね、だからね そこのところを制圧しようと、いうことにもなってきてる、だからこの一帯一路の犠牲になっているのはウイグル人なんです、まあ、次中央アジアのこのカザクとかウズベクとか、この人たちは多分あの中国で占領されて虐殺されていくと思いますよ。だからこのあの今の私さっきも申し上げましたけど、今のこの習近平というものはヒトラーの再現なんですよ全く、だから今の共産党は共産党ではなくてファシスト主義なんです、私もう一回申し上げたいんですけれども、そのファシスト主義の今中華ファシストのターゲットはウイグル人チベット人なんで、あのチベットで大量に虐殺したその張本人が彼の実績が強化されて習近平に強化されて今ウイグルに抜擢されてウイグルのトップになってるんですよ、鎮前国というやつが。鎮前国ね、で彼がもう習近平のこの政策をもう完全に実行してるわけですね、
だから今の共産党のこのトップが、もうナチストのあのヒトラーの仲間と同じようなそういうものなんですよ。だからこのウイグルの問題が出てきたので、アメリカもあのこんなね、第二次世界大戦で起きたホロコーストを今20世紀でアメリカの目の下で行われているということを許さんということで、あのトランプさんが決心したと思います。トランプは本当に、まあ、世界的にこの問題を、うん、あの止めに出た男として多分評価されると思います、うん、歴史に。だから私も日本の政治家が歴史に非難されるんじゃなくて、歴史に評価されるように頑張ってもらいたいです。はい、視聴者の方からも続々とお声いただいてましてね、ツイッターで国連とかアムネスティとかなんで黙ってるのと不思議で仕方ないです、これをやらずして人権語るなと思います。またあのチベットウイグル問題については日本政府も積極的に声を上げてほしい、うん、今のままでは情けなさすぎる、うん、ついでに言うと財界はクズすぎる、うん、といったねお声も来ております。ちなみに今映ってるこちらのお写真はこれは4年前の映像ですか？そうですね、これは、はい、あの2014年のですね、あの、8月28、29、30日、3日間ですね、あのヤルカンドというところで、あの3つの町をあの空爆したりとか、そういう大弾圧が起きたときに、あの下肢からですね、この虐殺に反対するウイグル人がデモをやったときに、あのそのデモの参加者をこう連れ去っている写真なんです。空爆していったんです。ウイグル人の町を、うん、ウイグル人の町を空爆してる、うん、だからこういう虐殺がですね、もう 今現在ではないですよ。もう2000年代に入ってから、特に2001年の 9.11 以降ですね、中国はこのウイグル人 あの抵抗運動をテロと結びつけて弾圧してきたんですよ。もうこの反テロで弾圧されたウイグル人がどのぐらいの人数に達したとか、私たちも計り知れないです、うん、今のこの一帯一路に関連して弾圧しているこれはまだ別の弾圧運動なんです、うんうん、これ一帯一路に2013年習近平がカザフスタンに提出した後に、このウイグル人に対する締め付けと一気に強まったんです、なぜならこの一帯一路というのは中国の覇権主義につながる、はい、特にこの、まあ、植民地主義そのものですけどね、つながる大戦略なので、だからあの習近平はもうウイグル人はもう放っておけばいけないということで、まあ、ウイグル人のアイデンティティを積むと、アイデンティティに積むということは、一つ言葉は禁止する、宗教を禁止する、これ二つの基本なんで、今言葉は禁止してるじゃないですか、教育は全部中国語、宗教というものは人の心の問題なんで、そう簡単ではないから、だからあのもう宗教の意識少しでもあるウイグル全部収容所に入れて洗脳してるんですね。じゃあその中であの宗教、私がもう宗教をやめましたということを証明させるために、ウイグル人でですね、あの豚の丸焼き、あの豚の丸焼きを食わせるんですよ、頭乗ってる、イスラムの方々は食べませんもんね、豚は。それを食うとその人が本当に宗教を捨てたということを証明されるわけで、だから多くのウイグル人はもう絶対食わないから、もう絶対食わないやつはもうあの虐待して殺していくんです。だから今まで出てきたその84歳のイスラム指導者とか90歳のあのおじいちゃんとかも、そういう人たちはもうどうせ死ぬんだからもう絶対食わないと。そうするともう ああいう老人たちをもう様々な虐待と拷問してね、あの殺してるんです。私たちが分かっているそのサーリフ・ダモラという大学者がいらっしゃるんです。あれはコルアンを翻訳した大先生で、その先生がですね、頭にどういうふうに挟んだか分からないけど、あの頭挟んで、あの頭が変形した状態で死んでるんですよ。だからあのもう中国の伝統的な拷問の方法、もう全部今回ウイグル人にあの適用されているわけです。だからたくさんのウイグル人がもうこれで虐待を受けて、拷問を受けて殺されているわけですね、あの中で、だから語るともうあの終わりがないです。もう最初私たちが日本とか国際社会にこの問題を訴えた時には信用してもらえなかったんですよ、ありえないと、もう最初私たちは100万じゃなくて10万人いると言ったんです。この今年ね、2月ラビア・カデルさんが日本に来た時、やっと100万人いると訴えた時に、
多くの方々がもうそれは本当ですかと言われて、今もう何百万になってるんでしょ、うん、アメリカの、ペンス大統領も口からね、うんうん、今中国は100万から数百万のウイグル人を今強制キャンプに入れてると、アメリカの副大統領言ってるんです、はい、100万単位ってね、うん、いうことも数百万と言ってるんですよ、いうことですよね、アメリカの大統領がそう言ってるわけですね、うん、あの国連ではこの人種差別委員会では8月10日の、あれではもう100万人という表現を国連は使っているんです、うんうん、だからさっきあの国連は何にもしてないという指摘はあるんだけれども、当然国連における中国のコントロールというのは強いんですが、まあ、今回 の人種差別委員会では国連も頑張ったんです、頑張って、そのやっぱり国連は完全に中国に支配されるわけじゃないから、皆さん頑張ってやっと中国を非難する決議案を通したわけじゃないですか、まあ、それでやっと国際社会が、いやウイグル人がこう100万単位で、まあ、中国にこう強制収容所に入れられているということをやっと信じてもらえたんですね。しかし日本は全く信用してないです。日本政府は信用してないし、この問題にですね、在日ウイグル人は2000人ぐらいいるんだけれども、この1週間でですね、私たちが、まあ、昨日18日だったけど、国会には数千通の手紙が来てるんです。在日ウイグル人はこの問題を手紙の形で日本の国会に訴えて、今国会議員のみんなの前でですね、ウイグル人の在日ウイグル人を送った手紙が山積みになっているんです。今じゃあ今回日本の国会がどういうふうに出るか、私たちは見守っています。私は当然日本の国会の古山先生、江戸誠一先生、はじめ日本ウイグル議連というものがありますので、日本ウイグル議連とお会いして、ウイグル議連が先頭に立って、この問題を日本の国会の中で取り上げてほしいと、お願いしてます、やっぱりこれは日本の国会議員のですね、本当にまともな政治家かどうか、それを試すことがこのウイグルのこの虐殺にどういうふうに態度を取るかということです、もしこの問題にこの議員たちが目を閉じていれば、私は彼らは国会議員ではなくて人間としても失格だと私は思います、藤井さん宛てにですね、メールもいただきました。藤井先生おはようございます。静岡在住の40代男性です。ウイグルの詳しい話を知り、なんて悲惨な現実が存在しているのかと愕然としています。日本国として中国の圧政から彼らを少しでも助ける方法はないのでしょうか、ご教授お願い申し上げますと、いやこれも政治家に動いてもらわないとダメですね。で例えば、まあ、国連というのもあるけども、国連がせっかく人種差別撤廃委員会なんてあるんだから、はい、これ超党派でね、そういうところに調査団を送るっていうようなことをね、はい、彼ら入れようとしないでしょうけども、はい、できる限りね、外国に逃げてきた人たちからのね、話は できるし、はい、そういう圧力をかけていくと、そういうことをやらなかったらもっと経済制裁を厳しくするぞというようなことをね、日本もアメリカに習ってやらなきゃいけないんですよね、というのは前のねオバマ政権というのは人権とか口では言うけど何もやらないんですよ、やらなかったんですよ、でその前のね実はブッシュジュニアの政権もね、これはイラク戦争なんかやっちゃったせいでね、この中国共産党がウイグル人をね弾圧するのは目つぶってたんですよね、はっきり言うとね、で今回初めてねこのトランプ政権になってね、まあ、IS との戦いというのも一段落して、そしてだからウイグル問題、ウイグルの方たち大部分イスラム教徒だから取り上げにくかったと思います。だけどここに来てもうこれ無視するわけにいかないということでね、アメリカが自由や人権って旗を掲げるなら、この問題を無視することは許されないということでね、でようやくこれが本格的に取り上げられるようになった。アメリカのメディアは日本なんかよりもっと取り上げてますよ、右も左も、朝日新聞が人権が大事だというなら、これ大々的にキャンペーンやっていただきたいですね、距離が日本の方が近いんですもんね、いやということはね、下手すると明日の日本の運命なんですよ、明日の日本は平和で安全にするために今この問題に戦わなきゃダメなの、我々のために戦うのと一緒のことです、先生一つ聞いていいですか、安倍先生がですね、実はこのウイグル問題に非常に詳しいです、2012年私たちが、東京で世界ウイグル会議の第4回代表大会を開く直前にですね、安倍先生が先陣立って日本ウイグル議連を作ったんですよ、総理がですね、で あとその前ですね、ウイグル人の学者でですね、東大の、大学院生でですね、トフティ・トゥニャーズ
さんという方が中国に99年あの刑務所に入れられて、この問題にですね、安倍先生が、もうあの時は野党時代だったけれども、はい、一生懸命取り組んだんですよ、一生懸命取り組んで、それからあの2008年のですね5月、胡錦涛が来た時ね、あの総理経験者のその会合に安倍先生も出て、あの胡錦涛の目の前でその特T さんの、その特T さんの奥さんと子供が日本にいるんだと、あの特T さんを釈放して日本に返せと、あの胡錦涛に安倍先生が堂々として訴えて、その時の表現はですね、あの会場の空気が凍ったんだという表現なんです。それだけ安倍先生があのこのウイグル問題にあの立ち向かったあの立派な政治家なんですね。だからあのそこまでですね、ウイグルのことをご存知の安倍先生にも、まあ、今回多分10月中国訪問するじゃないですか。その時の勇気をですね、安倍先生が今回習近平に出していただきたいです。もう一度奮い起こしてね。そうです。その時の勇気、ね、あの胡錦涛に凛としてね、直接言ったんだ。そうですよ。すごいことですよ。胡錦涛に凛としてね、あのトクティトニアーズを返せとおっしゃった大先生だから、我々の恩人ですよ、ウイグル人の。だからこの先生の今回習近平にお会いした時、いやあなたはね、あなたの手で300万人のウイグル人は今強制キャンプにいられてるんだと、我々これ聞いてるんだと、これは私たちが日本で受けたウイグル人たちの訴えなんだと、はい、どうしてあんたそのぐらいの、ね、ウイグル人を今そういうことをやるんですか、はいはい、あなたはもう歴史にそういう大虐殺者としての名前を残したわけですか、はい、私は日本の総理としてあなたにはこのことをやめなさいと申し入れたいと、あなたは考えてくれと、そういうことを私は安倍先生に凛として習近平に言っていただきたいです。それは私は安倍先生に対する私の心からのお願いです。はい、ありがとうございました。